寒さに奈良女子隊行ってみたいと思います。本日の長文は和訳でございます。丁寧に行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。寒さん、こちらの和訳でございます。よろしくお願いいたします。寒さん、本格的に和訳に行く前にですね、ちょっと確認をしたい点が4点ございますので、ちょっと参考にご覧になっていただけるとよろしいかと思います。皆さんご自身の和訳とですね、ちょっと見比べていただけるとよろしいかと思いますが、文頭に命令文ルックから始まっておりましたけども、後半皆さん and でつないでいましたね。ですから皆さん命令文うにゃうにゃ and 点点点、このパターンでございますので、和訳は大丈夫でしょうか。で、本当はですね、こういう和訳が理想なんですが、どうしても皆さん命令文と言われたらうんたらかんたらしなさいみたいな感じで始めてしまう、その可能性がちょっと高いんですが、実は皆さん命令文と and にはこういう関係性、これでございます。前半命令文のところが条件で、and の右側がそれに対する結論という関係性が含まれておりますので、ですから本当はうんたらかんたらすれば点点点の方が理想でございます。そして皆さん2点目ですが、皆さん how の後ろに皆さん SV ありましたが、皆さん訳し方大丈夫ですかね。で、皆さんこういう感じになっておりますでしょうか。どのようにうにゃうにゃか、もしくはどうやってうにゃうにゃかということでしたね。そして皆さん3点目でございます。皆さん as の右側に SV ついてるかと思いますが、接続詞 as の後ろが完全な文章、つまり文型が完結している場合、3パターンありましたね。で、皆さん、これでよろしかったかと思います。時、理由、そして比例ということです。ただ、皆さん、比例の場合は、比較級と併用しているときに限りますので、今回は皆さん、比較級はないかと思いますので、時か理由のどちらかですよね。皆さん、ご自身の和訳がどちらかになっているかどうか確認していただきたいと思います。確かに今回のAsはですね、左側にコンマがありますので、皆さん左側からこうやって訳詞下げるのか、もしくは右側から訳詞上げるのか、ここも一応確認しておいた方がいいんじゃないかと感じがいたします。で、皆さん結論はですね、皆さんコンマがございますので、まずはここまでAsの左側を訳し切っていただいた後、その後皆さん右側へこういう感じで訳詞下げていただけるとよろしいかと思います。ですから、こんな感じでございます。左側から右側へ訳し下げているかどうか皆さん確認をお願いいたします。さあ、皆さん行ってみたいと思います。皆さん模範解答を上に書いてみました。そして、該当箇所ですね、下に書き出しております。でまず、ちょっとここまでの都合上ですね、Asの左側のところまでですね、行ってみたいと思います。ではまずは、look on点点点ですので、look は動詞でよろしいかと思います。そして、先ほどお伝えした通り、皆さん、ルック動詞の原型から始まって、and で繋がっておりますので、条件、結論の関係性ですよね。それを皆さん、日本語に出てるかどうか、皆さん、ご自身の回答を見比べていただけると嬉しいかと思います。そして、on any website ということで、これは前置詞プラス名詞で、全体で M。そして、show は、もちろん示しましたよ、と言われたら、なにょーということですので、他動詞。で、サテライト、イマジェリー、目的語。で、オブザグローブは前置詞プラス名詞で全体で M ということでよろしいかと思います。そして、You can often see ということで S。で、ミス、オフンは副詞でございますので、カッコして M としておきます。で、C は皆さん見ましたよ。なにょーということですから、他動詞。ですので皆さん、how 以下全体で、ちょっと長いですが、目的語ということでよろしいかと思います。このあたりまでが目的語ですね。そして、さらにその中に別の SV 出ておりますので、ちょっと色分けさせていただきます。on the map は前置プラス名詞で全体で M。そして、can be 動詞で、クリアに皆さん ly ついてますから、副詞だね。つまり M だねということでいいかと思います。そして、in the landscape も前置プラス名詞でございますので、全体で M ですね。となってくると皆さん、can be の主語はボーダーであろうという判断がつきそうですよね。
さあ、皆さん、これをどういう順番でいくのかということなんですが、皆さん、まず前置プラス名詞は基本的にもう左側へかけていただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、showing 青色のところですが、皆さん、ウェブサイト名詞がいてですね、そして皆さん、ing がおりますので、基本的に皆さん、右側から左側へこんな感じですよね。訳し上げていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、前置プラス名詞はこんな感じですよね。ですから、どうやら最初はこのあたりからいけそうですかね。地球の衛星の画像ですよね。それを示す。皆さん、動詞はなるべく後回し。で、そういう示してくれるウェブサイトを、見れば、点点点という感じになってくるかと思います。そして、you can often see、まあ、他動詞ございますので、これは皆さんなるべく最後の方が綺麗に決まってくるかと思います。そして、もちろん主語が見えておりますので、このあたりを最優先ということでよろしいかと思います。ですから皆さん5番目の後なので、このあたりが6番目。そして主語につなげて7番目。そして皆さん前置プラス名詞は右側から左側でございますので、このあたりが8番目ということですかね。そして、動詞はなるべくぐっとこらえていただいて、後回し、後回しという感じになってくるかと思います。で、皆さん、これでオレンジを全部訳し切った後で、最後にこのあたりですかね、緑の動詞につなげていただけるとよろしいかと思います。こんな感じですね。ですから、ちょっといきますよ。地球の衛星の画像ですね。それをショーイング示すウェブサイトを見れば、ということですね。だって皆さん、how でございますので、どのようにとか、どうやってですね。で、マップ、地図上のボーダー、国境が、ランドスケープ、地形に、クリアリーマークと、はっきりと示すことができているのかを、緑のところで、オフンシー、しばしば見て取れるということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、後半付け足しました。この黒板の下ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、皆さん、文頭のアズですよね。先ほどもお伝えいたしましたが、時で訳すのか、理由で訳すのかということでございますが、結論はですね、皆さん、理由でやっていただけるとよろしいかと思います。この四角で囲ったところですね。で、じゃあなんでそれを判断したんですかっていうと、皆さんこの緑のところですね。先ほどもの画面でもそうだったね、そうだったんですが、皆さんしばしば見て取れますよ。という結論部分でよろしかったですよね。つまり、結果の部分でございます。で、当然皆さん結論、結果があれば、当然それに対して原因、理由が必要ですよね。ですから、そういったところから、皆さん、因果関係、どう捉えていただけると、こちらの、アズはですね、今回は、理由、原因とか理由ですね、そういう訳し方で言っていただけるとよろしいかと思います。で、あと皆さん、普通に SV 確認していただけるとよろしいかと思いますが、まず、ネイバリングカントリーズ主語。で、もちろん、春は持てるよ、ということですので、他動詞、何を、ということですからね。で、皆さん、後ろのディファレント点点点。まあ、このあたりが目的語ということでよろしいかと思います。で、ここはもう SVO でもシンプルに終わっておりますので、ですから、ネイバリングカントリーズ、隣り合う国々ですね。が、ハブディファレントを持っております。持ち合わせております。じゃあ、何用ですかって言われたら、様々なランドユースポリシーですね。土地利用の政策とか方針ですよね。もう一つ、アグリカルチャルプラクティシーズということで、農業の慣習、慣例ですよね。そういうものを持ち合わせているからであるというような感じでまとめていただけるとよろしいかと思います。